はい、じゃあ、そのまま早速2本目、ね、撮っていこうと思います。じゃあよろしくお願いします。よろしくお願いします。その今の音ね、音、はい、うん、ここちょっと続き、はい、音、うん、教えてください。そうですね、音か、まあ、最初になんで言葉ありとか言うじゃないですか、うん、最初音なんだろうなと思っていて、うんうんうん、なんかその音っていうものが、うん、まあ、あの意味をついたら言葉になったっていう感じなんだろうなと思ってるんですけど、うん、うん、なんかね、そのとにかくんどういう、うん、その、うん、そう、音か、みんなほとんどその、うん、言霊になってないんですよ、うん、言葉だけなんです、うん、そこにエネルギーもないんですよ、うん、で言葉一つにとっても人によって乗せるエネルギーが違います、うんうん、ありがとうという言葉に、うんうん、例えばありがとうって言いまくったら人生が良くなるよっていう言葉を聞いてるから、うん、ありがとうって載せることその言霊にはありがとうって言ったら良くなるんだろうなっていう横島なエネルギーが乗ったありがとうが発されるわけです。だから私横方向の分で感情を込めなくていいって言ってるのは、何かそういう期待値を載せたありがとうよりも何にも感情を込めない、ただ呪文のようなありがとうの方が効果があるから、もちろん一番効果があるのは、うん、腹、ハート、頭、うん、全部の一致したエネルギーのありがとうです、もちろん、うんうん、だけど、うん、それができないから音がずれることで、うん、だったら感情込めない方がまだマシ、うんうん、まだマシ、まだマシだと思ってる方なんですよね、うんうんうん、だからそういう意味でそのとにかくその、うん、みんな言葉に音が乗っていない、うん、で私はそのこれからの地球に大事なのって、うん、みんなそのちゃんと言葉に、霊的なエネルギーを乗せる力を持たなきゃいけないと思って、うん、でさっき赤ちゃんが話をしてましたけど、うん、やっぱりグラウンディング能力弱い人ってこう言葉の力弱いんですね。弱いです。何、うん、ていうのかな、うん、ずっしり感ある人ってやっぱ経験値あるじゃないですか。あれってやっぱりこう下にエネルギーがしっかりいってる人、地に足ついてる人、地に足ついてない人のエネルギーってこうふわーみたいな、ふわーみたいな、うん、でそこってやっぱ入んないんですよね。うんうん、入らない、うんうん。だからやっぱりその言霊を乗せるためにはやっぱり地に足つける、うん、腹から声を出す、うんうん、腹をちゃんと解放していく。うんうん、で日本人はもともと腹の文化なので、うん、なので腹から声を出す腹式呼吸。うんでもさっきもそのせっこなし出ましたけど、うん、日本人はもともと私っていうマインドを頭ではなくお腹で持ってました、うんうん、だから腹を切るっていうことは自分を切るっていうこと、うん、腹を見せるっていうのは自分を見せるっていうこと、うんうん、でも私たちは西洋の教育で頭エネルギーの方に、うん、優位になってしまってるので、うん、どうしてもこの腹のエネルギーが弱い、うん、そうすると言霊も弱い、うんうん、そうすると日本語っていう他の言語にはない周波数を持ってるこの言語にも力を持てない、うん、だから私たち日本人は腹からちゃんと声を出していくっていうことがやっぱりテーマだと思ってます、うんうん、ちなみに僕どうなの、うんどんな感じ？あの橋本さんは腹から出てます。あ、出てんの？はい、橋本さん。あ、よかった。イエーイ。やっぱり腹から出てる人の声って引き寄せるんですよね。ああ。人の注目で、ほら、はい、ほら昔の代々の政治家でこう、うんうん、なんすごい政治家のその田中角栄。田中角栄、あの人の声とかすごいですよね。うんうんうん、だからやっぱりそのパワーのある人って腹がやっぱり作られてないといけないし、うん、とにかくね、私はそのスピリチュアルのことを扱いながら言ってるけど、うん、頭なんてどうでもいいんだと、うん、頭の言うことは無視だと、うん、腹から声を出せ、カラオケに行けってみたいな、うん、カラオケに行け、カラオケに行って歌えみたいな、うん、そういうことをよく言います。へうん、そっちの方がよっぽど大事、そして笑うのが大事、笑うね、うん、であのこの前私あの、うん、家族で赤ちゃんとみんなであの屋久島行ってたんですけど、うん、ずっとその台風の時に引きこもりだったんですよ、うんうん、あの台風だから出れないからね、うん、でもずっと結局笑ってずっと笑ってたよ、ずっと笑ってたのなんかずっとなんかあのみんなで遊んで笑ってたんですけど、うんうん、でもやっぱりその笑いのエネルギーってどんなものも吹っ飛ばすんだっていう、別にその不安だったとかではないんですけど、うん、何かそのエネルギーもすごい浄化させるなっていうのが改めて、うんうん、思ったので、うん、なので神妙な感じでスピリチュアルの学びをしてるぐらいだったら、うん、かわいい猫ちゃんの動画を見て笑ってる方がよっぽど地球に貢献すると私は思ってるんです、うんうん、頭で一生懸命神妙な顔してこの地球の波動のアセンションに貢献するのはどうこうとかなんとかの天使がなんとかってやってるよりは、うん、みんなで笑ってフェーって笑ってる方がよっぽど大事、うん、後の人種の方がよっぽど地球に求められてる、うん、どうですか今の話聞いて、おー、なんかこうアキコさんになんかこう聞きたいって人いません？何か質問、アイちゃんどう？質問あった時してるね。え？質問してます。あ、そう。誰かいません？
これ聞いておきたいなとかない。遠慮しないで聞くんですよ。チャンスですよ。うん、こういうのは一つだとベルが壊れるんです。剥がれるんですよ。こういう時にね。そうそう、日本人ってやっぱりだからその集合、うん、あの他の、ね、外国人の人よりも和のエネルギーが強いので、うん、どうしてもその軸が自分じゃなくて他者になりやすい。でもこれは絶対的に、うん、あの必要なマインドだと思うんだけど、うん、ただ外側を意識しすぎることによって、うん、自分がないとやっぱ腹のエネルギー入んないんですよね、うん、だから腹も作って外側もあの意識できるっていうこの循環ができると本当に最強の民族なんだけど、うんうん、で質問するとかにしてもなんかみんな恥ずかしいとかこんなこと言ったらどうしようとか、うん、こんなこと言ったらどうしようっていうのが一番邪魔で、うん、あのこんなこと質問してる私レベル低いんじゃないかって思っちゃったり言ってないパターン多いんですけど、うんそうだね、あとそういう自分はクソだと思って質問した方がいいです、うん、あのそういう自分は捨てた方がいいです、うん、もったいない、とてももったいない、うん、であのいろんな会場でも、うん、なんか日本人はいろんな会場があるのになんか一番その会場で話を聞きに来たのに真ん中の席の真ん中のいいとこだけ開くみたいな結構あるじゃないですか、うん、あるある、だからこそ真ん中に座れよって、うん、一番前に座れよって、うん、で聞きたかったら手挙げろよって、うん、そういう人たちがやっぱ大事だと思うし、うんうん、その恥ずかしいとか、うん、ドブに捨てた方がいい、うん、いらない、おおじゃあじゃあかおりさん、はい、かおりさん、はい、うん、グラウンディングっていうの先ほどおっしゃってたんですけど、うん、具体的にどういうふうな感じでしょう、うん、そうですね、あのグランディングのワークとかありますけど、私あれをするよりは普通に温泉入ったりとか、うん、歩いたりとか、うん、あとやっぱりお風呂で足洗ったりとか、うん、下の方意識するのがいいと思ってるので、うん、じゃあやっぱ歩くのいいですよ、歩くとか、うん、温泉はねすごいグランディング力高いんですよ、うん、だから普通にその地のエネルギーを入れるので、なので温泉いいですよ、うん、普段はじゃあ歩くとか、あとはやっぱ腹から声を出すか腹式呼吸を意識するとか、うんうん、あとはそうですね、うん、そうだな、うん、私何してたかな、うん、私はですねその YouTube でもよく言ってるんですけど、その自分の人生が変わった時期に、うん、私自分の頭の声ばっかり聞いてたので気づいたんですよ、うん、でそして頭の声っていうのは正解を出せないってことに気づいたんです、うんうん、なんか与えられた情報がずっと再生されてるだけ、うん、よく自分のマインドにうーん引っ張られちゃう人って、うん、自分のこの再生されてるものが正しいと思ってるから引っ張られやすいんですけど、うん、ぶっちゃけ言うとこれ、うん、ただうん流れてきた音楽流れてきた人の言葉っていうのがただエネルギーフィールドにひっついてただ、うん、こうやってラジオで再生されてるだけのほぼ意味のないものなんですよ、うんうん、だからここを信用してると本当に自分の中の羅針盤が動かないんですよね、うん、でそこをハートと腹に落としていかないとここの声聞いてて本当下に行かないので、うん、なので私は何かするたびにいつもハートと腹に聞くっていう習慣をそこから作るようになったんですよ、うん、だからコンビニとか行っても例えば、うんうん、例えばスイーツが食べたい、うん、このコンビニスイーツが食べたいとなった時に、うん、頭が食べたいってまず言うわけです、うん、でハートに聞きます食べたい、うん、お腹に聞きます食べたい、その時に食べたいとか言った場合はハートと腹がね反応したら食べるんですけど、うん、まあ、大体食べるのいらんっていう感じが多かったんですよ、うん、要は頭の言うことと体の言うことって全然違うんですよね、うんうん、だからそういうふうに例えばこの水っていうものを飲む時も普通に飲むんじゃなくて、うん、体で感じて飲む、うんうん、お風呂に入る時もただ入るんじゃなくて体で水を感じる温かさを感じる、うんうん、っていうことをしていくとやっぱりエネルギーが下に行くのでグランディングしやすくなりますよね、うん、とにかく首から下を信用して首から下のことを感じていくっていうことが大事かなと思います、うん、分かる今そのグランディングの話ではね、うんうん、女性は第二チャクラ子宮ですね、うんうん、背中側仙骨だったり、うん、ここにグランディングするため の、うん、あのエネルギー体があるので、うん、ただこのポジションで寝るのも大事だけども、うん、このとにかく特に女性は、うん、子宮を癒す、うん、いろんなことを特に女性であるでばかりにこう虐げられるようなことがもう民族的に長いこと、うん、長かったので、うん、子宮を癒す、うん、それだけでもグランディング力が高まります、うん、癒すっていうのは具体的にはもう手当てみたいな、うん、手当てのような感じです、うんうんうん、ダイレクトなことを言うと G 行為とかをするのがとてもいいです。やっぱりその女性って、うん、性って一番第一第二チャクラの人生の根底も腹の部分です、うん、でこの社会がなぜコントロールされているかというと、うん、この土台となるグランディング力が一番強化される性のエネルギー、うん、この土台が否定されているからです、うん、性を否定すると自分の根本のエネルギーを否定することになります、うん、グランディング力が圧倒的に弱くなります、うんうん、でその自分の体っていうものを
いたわるっていうことはもちろん性器もそうです、うん、全部でもここ体の頭体の全部いたわるけど性器だけ別っていうのはおかしいんですよ。だって体なんだから、うんうん、だからそういう意味ではそのやっぱりその自己でしなきゃいけないってわけじゃないんですけどそういったものを否定的な観念は捨てるとやっぱりグラウンディング上がります、うんうん、だからそういうのを否定的になってる人はあえてしてみて罪悪感を感じて手放していくっていうのは個人的には推奨しているので、うん、最近はその YouTube で性の話っていうのをちょっと取り上げたりはしてます。この時代に私たちのパワーを一番失うことを、うん、あの全収集されたのはこの性エネルギーを、うんに人間から奪え、うん、これがあの芽生えてしまったら割と簡単に目覚めてしまいます。だから長い歴史の中で徹底的に封じられました、うん、これは汚らわしいものだぞということでね、うんうん、テレビでも先生からも、うん、まずここだから空海も老子でさえもこのことは言えなかったんです、うん、まだ時代が早かったから、うん、今からこれはオープンにされます、うん、だけどこれは一番皆さんが抵抗を示すはずです、うん、だってずっと親からも教育からもこれはダメなものだよ、うん、そういった男性と女性の営みは汚らわしいもので人前でしてはいけませんよ、うん、ところがねこれ人前でするような民族もあるんですよ、うん、愛し合うということ、うん、そういったことがねそういったことももともとこれから今から広がっていくことになろうかと思います、うん、一番早いのはその性エネルギーの循環、うんうん、この第二チャクラを活性化させることが一番手っ取り早く目覚めます、うん、そして私たちがこの心臓でハートですね、うん、全てハートなんですよ、うん、あの生きるための本能ってハートにあるんです、うん、森の中ジャングルにいて虎が出てくるとするでしょ。ガサガサって言っただけでビクッとしてそれに反応するのは頭じゃないんです、うん、それはハートが最初に反応するんです、うん、生きるための本能ハートにあるんです。だからここが閉じていては目覚めようがないです、うんうん、お返しします、うん、ありがとうございます。赤ちゃんが喋ると熱量2度ぐらいあってこっちももしまた熱いみたいな僕喋ってないよ。え、もうでもさ、いるだけで暑いからね明日ケイちゃんが来ますけどな。そうね、朝ね、もっと暑い、ということで、ちょっとあの12分経ったんで、はい、じゃあ1回切って、はい、じゃあ最後、じゃあお二人、いいですか、もう大丈夫、9時半大丈夫です、はい、じゃあ、あともう1本だけ撮らさせていただいて、終わりたいと思いますんで、はい、ね、失礼します。